生まれはロシア、通信完成、舞台は東京、ピロシキーズです。ゴリゴリすっげーってカタカしてんな。何これ、なんか典型的なさ、ロシアのある中女って感じやな。やっぱり、うん、やめろや。お、よかった、なんか一つは出てきてちゃんとちゃんと理解しますよ。これまでさ、あんた日本に生きててさ、あーこれは失敗したなとか、そういうことを経験したことある？あ、で小さい時とかどう？小さい時、日本に来て間もなく失敗したな、なんか外国人の動画であるあるやん、そんな話すの。あ、こんなんびっくりして失敗した、びっくりした、びっくりして耳がでかくなっちゃったみたいな、びっくりしてちんちん大きくなっちゃったみたいな。それはちょっと違う。あ、違う。あんまり日本語が分かってない時で、なんか学校もまだ行き始めてない時、うん、何歳ぐらい、10歳ぐらいか。もうそうやな、ほんまに来て間もない時に、うん、まあ、公園で遊んでたら、そのなんかこう20代前半、こうなんか前半の人たちがこう集まってて、うん、で、あ、うん、かわいいみたいなこと多分言ってたんだと思うねん、子供やからね、うん、こっちは。それ言われて、って恥ずかしくなって、ウィーやったの。これを見せた、あかんやん。しかも一回見せたらね、何回もさ、ウィーって。そしたらすごいなんか笑って喜んでるから、うん、なんか嬉しいのかな、ウィーウィーこれな、これ。これをずっと、これをね、見せてたの、うん、あかんな、これな、日本やとな、ちょっと卑猥な、ね、ジェスチャーやねんけど、知らんかったね、これはエッチを表すの、そうでしょ、そうそうそう、ロシアやとね、あっかんべーぐらいの感じやな。そうだね、なんかちょうだいって言われた時にもう、あげへんよみたいな感じやもんな、うん、なんかそのもうスイッチ買ってって言ってる、これやみたいな、そういう感覚で使われるジェスチャー、子供とか大人とか使うような、本当にしょうもない、なんかジョークな感じだけど、日本では全然違うって。いや、てかね、ジェスチャー問題って結構大変らしいね。でも俺ロシアでも、やっぱロシアのジェスチャーもなかなか日本に馴染みのないジェスチャー多くて、俺ロシア、まあ日本で結構育ってるから、ロシアのジェスチャー知らんとロシアに行くこともあったんよね。で、なんか、あ、ブラス今日さ、今日、俺もうてっきり、うわ、これは薬物かって思ったね。これ誘われて、これ薬物、こういう感じかなってなんか勘違いして、これ、いや、大丈夫。あ、でも子供時は分かんないよね。そう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 。日本でちょっと住んでたら分からんよ。いや、大丈夫。でもこれってロシア人は、日本でいうところの、ね、ブラ、あれじゃん、今日、行こう。あ、いっぱいやろうぜみたいな。そう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 、今日飲みに行こうよっていうのがこれやで、なんかなんでか分からないけど、そうだね、まあなんか酔っ払うみたいな、今日酔っ払おうぜ、今日酔っ払おうぜみたいな、行こうみたいな。あとさ、このピロシキーズを始めて3本目の動画何か覚えてる？イケメンの動画やった、世界のイケメンも比べクリスマス企画やったね。その時に私がサンタ帽をかぶって、で、アレちゃんが羊のさ、あの、じゃあトナカイの角つけてたんやけど、あれもともと自分がトナカイの角をかけようって思ってたんやけど、でも違う、もうプラちゃん、それはかん、それはやめといた方がいいって、そう、すごい言われて、なんでやろうって思って、で、アレちゃんにじゃあトナカイとサンタで交換したんやけど、そう、なんかこの角が生えてる状態、男の人が角を生やすのは NG やねんな、ロシアでは。でもロシアだけじゃないねん、これは実は。あ、そうなん。これ実は結構海外、うん、ヨーロッパ系ではなんか多いねん、うん、同じような意味を持っていて、なんか男性が角を生やしてるっていうのは、なんか後ろで、裏で自分の付き合っている、うん、愛してる女性にこう裏切られている、浮気されているっていう侮辱。海外って結構そういう、なんか男の人が妻に浮気されるっていうのがめちゃくちゃ侮辱なんよね、なんでか知らんけど、まあ、だからそれほど自分がもうなんていうの、もう役に立たねえ男だから、あ、裏でやられているよ、なるほどね、だからバカにするときにお前これやなっていうのはもうすっごい侮辱なんや、喧嘩、へえ、そんなお前こうかかってこいや、確かにクリスマスで男の人が角のトナカイつけてるのをロシアで見たことないわ、そういう意味やったんや。え、じゃあちょっと何個かクイズ出すからさ、今ちょっと調べてみて、いろんなジェスチャー、何個かクイズ出すな。裏ピース、ピースの裏、日本ではよく写真でこうやって撮るやんか、
これ。あ、これ？これ、まあ、有名やねんけど。これじゃなくて。これ。まあ、あの、イギリスとかでは、すごい、まあ、侮辱やったりとか、あと、アメリカとかでヒップホップとかで、こう、挑発する。ああ、わかったわかった。意味になんねん。うん。これ、インドはちょっと特殊やねん、裏ピース。これ、インド。インドでこれされたら何やと思う？侮辱系パーやめろや違う違う、お前よう知ってんな。そ違うのこれ何や、違うのって終わってねえやろ。え、違うのこれな、まさかのうんこしたいすごいジェスチャーでさ、うんこしたいっていう、だからもうさ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、なるほど、おもろいやろ、やばい、これそう、これは知らん人多いんちゃう。あとピースサイン、普通の裏じゃない、普通のピースサイン、日本ではこうやったねとか、なんかこう、でもなんか平和じゃないの、ピースっていうのはなんかピース、そう、アメリカとかイングランドとかではなんか平和とか勝利とかそういう意味らしい。そうね、ギリシャではこれと全く同じようにギリシャ人に、あ、ギリシャ人にこれってことでしてんのかな、このな、これギリシャでピースサインをしたらくたばれ、だから全然あかんやん。だから写真でみんなでってやってんのは結構やばいよな、なんかちょっと待って、くたばれプーチンのピースサインを殺すっていう、あと2秒で殺すの意味、あー、それじゃないの違う違う違う、でもまあギリシャ寄りやな、ちょっとギリシャから取ったんかなこれ、これイタリア、イタリア、耳タブをこう弾く？そう、指で、人差し指で弾く。気に入らない、興味ない、あ、違う、おカマを表す、日本で言うところの、あ、これが、そうそうそう、これなの？そうらしい、なんでか分からない、全然耳クソピンじゃなくてあとイタリアはね、他にもね、なんかいろいろあって、ね、手の顔の前でフルジェスチャー、日本では違いますとかいりませんとかいう、これ、あー、これいらないよー、これ、そうそう、はい、ですみたいな、そう、これはこうね、いらない、うん、イタリアでは、え、うん、お前はアホかって意味らしい、これで、これで、アホか、お前バカじゃねーのって、頭大丈夫みたいな、大丈夫、こういう感じだ、大丈夫みたいな、不思議やろ、全然分からへんやろ、分かんない、もうそう、うん、ニュアンスが、あとさ、このさ、うん、片手の拳を上げて反対の手で叩くガッツポーズ、これやったぜみたいな、そう、これ、うん、これどういう意味、日本やと、いや、俺の力でやったみたいな、そう、俺がやったぞみたいな、これフランスとかブラジルやと中指立てるのと一緒なんて、そう、マジこれやみたいな、そういう感じだった。あ、ってことは横じゃなくてこう？いや、分からない分からない、横っぽい、でもロシアは、ロシアやとこうやん、こうロシアはこれやねん、お前これ中指立てるんと一緒やねん、おもろな、やっぱ国によって全然違うなって思って、でもおもろい、単純に拳をこう突き上げるやつ、うん、日本やったら、やったーとかなんかこう喜びを表すやつあるやん、イエーイみたいな、これは一二三ダーみたいなやつやろアントニオいいのきアントニオがダーそう、これあのね、大変よ、あのこれはね、パキスタンではくたばれってあら、アントニオ猪木はもうあのパキスタン行ったら大変、テレビでも最悪や、くたばれーくたばれーテレビやってたやアントニオ猪木気をつけてください、本当に、そう、あの、手のひらを左右に振る、バイバイって、そうそうそう、日本やとバイバイって、バイバイ、これ韓国やと全然違う、バイバイが、バイバイ、おはよう、おはよう、あ、違うね、全然そんなんじゃない、韓国では犬に対して使われるジェスチャーです、韓国で人に手を振るときは手のひらを下に向け上下に振るように振ります、だからこれ犬に振る、え、どうした、韓国ではこれは人にやるのは失礼らしい、ほんまかな、ほんまに、あ、
ヨン様さ、日本に来た時おばさんとかに向かってみんなにこうやってたな。やってるよね。犬やと思ってたんちゃう。あ、犬ども最低やん。いやまあそれは日本の文化に合わせて振ってくれてたんかな。そうやろな。だからでもまあもしかしたら韓国の人は見て、でもさ、日本に来た時にこうじゃなくてさ、皆様皆様ってやっててもおかしいよね。おかしい。だからまあ日本に合わせてやったの。でも韓国の人は、おお、ヨン様、犬を扱うように日本人になんでやねん。見てるんかもわからへん。でもよくあるこのグッとあるやん、うん、オッケーみたいな。これも日本とかやったら素晴らしいグッズって感じやけども、よくやったみたいな。イランとかではファックユーの意味らしいし、これが、これが。あと大変なのはね、中東とか西アフリカ南米とかはお前の肛門に突っ込んでやる。これなの？突っ込んでって思うけどな。やめろや。お前の肛門に突っ込んでやる。これ？ありがとうございます。これなの？なんでやねん。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 やめろや。これがね。親指とさ、このオッケーもな、なんかブラジルとかは男性に向かってやるとこれ肛門って意味らしい。女性に向かってやると女性器、まあ、ファック言うみたいなもんだし。まあでもこれはちょっとあの聞いたことある。ローラやばいよな、ブラジルとか行ったら。はい、カーマン。あ、女性器。イタリアでな、おもろいのは日本やったら、あ、ちょっとすいません、すいません、すいませんみたいな、すいません、すいません、あ、なんか電車の中とか混んでる、そうそう、あ、すいません、すいません、そうそう、これはね、あの近づいたらぶん殴るって。あ、近づいたらぶん殴る、ぶん殴る。まあ、多分あ、近づいたら多分ね、ロシアでも揚げ足じゃないの、このなんか、まあ、そういう感じ、こういう感じ、ピッ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 みたいな感じじゃないの。ピュッピュッピュッみたいな。でもやったりするくない？みたいな。でも、あとはな、両手を前にしてもう結構ですって。あ、結構です。結構です。あ、いいです。あ、大丈夫です。そうそうそう。こちらですね。ありがとうございます。はい、そうそうそう。え、これってことは、これやってみて、ギリシャ人に向けて。拒絶する反応じゃないの。え、結構です。大丈夫です。あ、違うね、これね。お前の顔にクソを塗りつけてやるぞ。お前の顔にクソを塗りつけてやるぞっていう意味らしい。なんでクソなん？だからギリシャってそういうのかな、多い。なんか細かいやつがそう。だからもうね、ジェスチャーにはどんな意味があるか分からへん。ね、私が日本に来たような感じで、ほんまに恥ずかしい思いするかもしれないから。気をつけましょう、本当に。これはちょっと知っといた方がいいかもしれないね。うん。でももう知っても、もう無理やと思う。もう、知っても、もう、ありすぎて、ほんまにありすぎて、伝わりきれへんから、やっぱジェスチャーしないのが一番こう。放心状態か。あ、そうだ、うんとかも言っちゃあかん。イエス。もうあかんや。あ、でもうんって言ったら嫌ってなるし。プリーズ、ノット、あー。何もできひん。だから人ってジェスターに頼ってんなとか。でも結構難しくない？だってあんたも今さ、嫌だって言って、こう頭がすごい振りそうになっちゃった。上がってまう、上がってまう。で、これとか。わかる？え、これ何？うんこやん。あ、うんこしたいか。そうやった、忘れた。もうわかる。難しすぎる。